でこう音楽とのつながりをね、ちょっと感じてみたいなと思うんですが、やっぱり CM ソングとか、そうですよね。ね、そういうのでありますよなんね、か今皆さ日ここにもその CM ソングの楽譜もらってて、何が来てますか？ちなみに、沢の鶴の歌来てます。ちょっと、沢の鶴の歌来てますよ。一節今から来てそうです。これ沢の鶴ですね、これね。皆さんも知ってお、おますなね、こじみ、れね。おなじみですね。みんなで飲もうですね、これ。鶴ですね、これね。拍手楽譜さえあればサクッと歌えますけれども。が。大関なんかどうでしょう大関か。もあったよ。これはあれですね。酒は大関ですね。心意気ですね。ああ、そうです、そうあ、でわす。かるわかる。あ、ここだけ聞いたみんなわかる。あれあれってなりますよあ、ね。すごじゃあい。皆さん、白鶴は？いや、あれ、ソングになるんですか、あれ。違う、丸って言ったら丸OK ね。ってやつ。あれ、ソングに。ソング、じゃあサウンドのロゴ？丸ですソね。ング。お酒の CM って、私がこうやって今楽譜用意してもらったりとか、改めてそうやって言われると、あ、お酒の CM かっていうぐらい結構もう常に耳なじみが、そう、小さい頃からなんかこう、ずね、聞いてるーっと。から、そっか、聞いあれてそっる。かってなるんで、改めてちょっと一軒一軒回っていきながら、ここがあの CM かっていうのを答え合わせしていきたいそうなですとね。思うぐらい。日本盛りとかどうですか、皆さん。もう覚え皆てさん、まもうせっす？かくなんで、もう歌ってくださいね。歌ってみる？マイクで。一番リアクションしてたから歌ってみたら。一節いく？いかんでいい？どんま？ いや、でもみんな一節歌えたりするんじゃないんですか？いや、こう考これも知ってるえると、よ。待って。ちょっと待ってよ。どれしどれれどれ。しれししししらそう。やっぱり俺は、聞くまさむねですね。味噌しら、味噌そうって書いてます。皆さんも、ドレ味噌ミにし直してくれたら、らすぐ味噌分かるそう。よ。そう、出てくるから。聞くまねさむねですね。え。素晴らしいです。私意外とさすがです。さっき歌わせてもらった、船歌歌わせてもらったときはい。に、私結構こっち系うまいんやって自分でも気づいたんで、そういうのも出していきます、今後は。